口なしで初めてすいません。こんばんは。西馬です。こんばんは。ちょっとコメント見ますね。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんはしか言ってない。やっほー、こんばんは。こんばんは。かわいい服ね、ありがとう。通知取ってるのですぐ来れたよ。ありがとうございます。にゃんにゃんです。あ、これ私も欲しいってもらえるんや。うん、こんばんは。西馬ちゃんいるやん。西馬ちゃんいますよ。ショールームやってない、やってます。これさ、西馬ちゃんいますってさ、テロップ出したい。ラリーなんて着るんだ。西馬ちゃん、どうかな。どうですか。ウィズ西馬にしよう。ウィズ久しぶり、久しぶり。西山、まあ、テロップなんてあるんや。そうやね、初めてつけた。やば。20分までなので、皆さん、こんばんは、こんばんは。西山とりおちゃん、かわいい。イエーイ、イエーイ。こんばんは、こんばんは。そう、西山ね、配信したくてね、ちょっとあとほんとちょっとしか映れないんですけど、あと8分くらいでこの子はどっか行っちゃうんですけど、え、呼びました。映って、またじゃあブログとか今日の朝モバイルメールに急いで連絡しました。頑張ってください。ありがとうございます。今日も出てるな、ありがとう。なんか喋って。はい、河内ありがとう。こんばんは、こんばんは。さっきから言ってるもん。そこにいますよ、レオと西馬。こっち見てます。やっほー、本当。テーマちゃんのお洋服どつぼ。マジ？こんばんは。よかった。どうかな、うん、今日は猫ちゃんですよ。猫ちゃんです。猫ちゃんです。今日気温26度だったけど。やばいよな。二人とも可愛い。こんばんは。ありがとうございます。余ってるな。西馬ちゃん元気？元気。そう。元気です。元気です。あまあまです。ダブルオタクや。そうです。オタクです。私たち。どうかな？レイコさんオタクと愛香さんオタクです。はい。しかも僕の家で。こんばんは、こんばんは。こんばんは。西馬のね、愛はすごいので。さんみたい、ね、いや、恐れ多いです。それはレオもすごいですよ、愛は。ありがとう。ここで張り合ってるのね。ちょっとマウント取り合ってる。同担じゃないけどね。めっちゃ可愛い。ありがとう。全然同担じゃないけど、マウント張り合ってるな。いらっしゃいませ。やばいです、ずっと。ありがとうございます。私、何々したし、森とか。いやいや、私もね、何々した。草原とか。それはわかり。それはどういうこと。そう、ティオ、西馬のティオです。草のところにいそうってこと。ピクニックかな。私の配信で冗談1位になった。ピクニックしたいね。恥ずかしい、恥ずかしい。あれはなんかちょっと13位ぐらいでランキング呼ばれたかったんけど、なんか気づいたら1位になってしまった。僕の西馬、ちょみさん、もう時計持ってきてるのに、カバンの中忘れた、カバンに時計。わ、やばいよ、普段からつけてへんことバレるやん。うわ、持ってはいんねんけどね。あ、レオちゃん、こんにちは。ちゃんと、あの、壊れてるのに、こんにちは、巾着袋に入れて持ち歩いてるの。ポンポンしたい。あ、ただ、お、剥がれ、お、剥がれファンや。えー、マジで間違えてない。レイポンファンや。あ、レイポンファンや。カバンにあるのよ、私。かわいいですよね。うん、かわいい、剥がれは。今日も服がいけてるな。多分ね、服だけじゃない。あいかさんも好きやったじゃないかな、この方。服だけじゃないですよね。ライバルですね。いや、ライバルだ。でありがとうございます。西馬のニッコニッコニーみたい。どうぞ。ニッコニッコニー。あの、今日は公演が、いつもフルでやるのに。え、そう、ちょっと。それまでには終わらないと。めっちゃ見てる。そうですね、ニコニコにやるときいつもフルでやるんですよ。はい、ちょっと今は ね、 今日ね、恥ずかしがってるっぽいです。はい、レオの配信だし。可愛いですよね。気を使ってますね。全然いいんですけど。もちろんね、こんばんは、こんばんは、こんばんは。かわいい、だってジャミさんが。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。かわかわ、フルじゃないやん。そうなんですよ、いろんな。あ、でもね、バージョンもね、3個くらいあるんで。服いっぱいあげたいんですよね。そうなんよ、めっちゃあるよ、ね、服大好きだから。猫です、猫です。かわいい。服、服、何これ、肩が尖ってる。そう、今日は肩もこもこなんです。暗号、こんばんは、こんばんは。マイヤーヒントね。そう、懐かしいな。
切りたいな。桜餅だったよ今。初めて来たよ。ありがとうございます。ありがとうございます。瀬戸の誠司さん。桜餅ありがとうございます。やっちゃんの場合毎日楽しみにしてね。ありがとうございます。毎日2通。送ってます。すべてすべて。私の身の回りのことはすべてもう場面に書いてます。もうダメ取ろ。怖い怖い。桜餅です。おけがどうなん？今頑張って直してます。頑張ってます。頑張ってます。ありがとうございます。二人の顔が撮っていやー本当にレオめっちゃ可愛くないですか。いや私も毎日言ってるんですけど嬉しいピンクだなんか言ってますね。あの青みピンクこんばんは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 一目惚れしましたの服リボン似合ってない私は全然ねこんばんこんばんいやおめめがこんなんいや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 お顔こんなんだいや最近は可愛い系の服がお顔こんなんですよどっちの顔はないめっちゃ迫力朝と夜に素敵なお場面ありがとうございます撮ってくださってるんですか。前髪が伸びてきててありがとうございますこのまま下ろせないのででも返信してくださってないですよね多分ありってなって前髪があるしてくださいね皆さん前髪撮ってる皆さん返信してくださいね。私昨日西馬とのエピソードを書いたんですよ。え？合うのでそっちにしてます。何それ？初耳なんだけど。もう前髪なしになったら。こんばんはこんばんはこんばんは。551の豚まん初めて食べた西馬ちゃん。あ、書いてたな。昨日初めて食べたんですよ。めっちゃ美味しくて。美味しいよな。じゃあまた豚まんっていうの？モバイルメールとかに書こうかな。同じ？豚まんと西馬。豚まんで。あとシュウマイも美味しい。猫柄は実質餃子も食べた。そうね、美味しいよな。猫買えたからね、今日も変身してるよ、あ、こうへいさん知ってますよ、いつもありがとうございます。でも最近、まなみんに浮気してるのも知ってます。さくら、ありがとうございます。この人もまなみん推しなんですよ。かわいすぎる。まなみんのグッズも買ってます。なんか、おなみ来たい気分やった、今完全にオタク。ありがとうございます。これからバイトやから見られへー。頑張ってください。頑張ってください。こんばんはこんばんはこんばんは西山みっけ。こんにちはこんにちはこんばんはこんばんは。見つかっちゃった今のこれ今の季節はピクニックより変身して。そうね、変身して行きたいね。けど私は圧倒的花より団子花なんで。なんとかはい、変身してくださいね。お豆取ってるよ、変身してるよ、いつも見てますよ。ありがとうございます。関西は豚まん呼び。そう、関西は豚まん。どこ行ったかな。わあ、関西の方言みたいな感じなの。うん、豚まん。意地悪かよ。買いました。ガリやな、ガリです。この二人の組み合わせ最高。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。最近毎日メールしてるんですよ。オッケー。めっちゃ仲良しです。ちょっとね、夜中とかね。うん、一番。夜中一番生き生きしてるんですよ。しますけど、忘れちゃったっていう。人のこと言えないレオちゃん。あ、オタクがですか。持ち歩いてた様子。いやでもそっち持ち歩いてるよ。ちゃんと。ちなみにまたあの巾着ごと見せるわ。持ち歩いてる証拠として。天のとこよりです。こんばんはこんばんは。何が？怖い。何が？何が？何がですか？何でしょうね。後で問い詰めます。叱られる。そう、叱られます。返信してください。うまい。この前返信した見ました。ありがとうございます。時計551のアイスキャンディもし。え、何それ。アイスキャンディめっちゃ美味しいです。マジ寝れる。買います。めっちゃ美味しい。バニラ、バニラミルクかな、一番好き。え、絶対美味しいじゃん。絶対買います。りおちゃんこんばんは。こんばんは。ハクリンさん返信ありがとうございます。公園じゃなくていつもお場面、いつも握手会の時かな。ありがとうございます、来てくださって。確かに週末は DD 推奨派、レイオちゃんは楽し推奨派かな。え、そうです。え、そうなの。うん、DD 推奨してる私。私の公園選べなくない。自分も DD だから。ああ、それはそう、しょうがないよねっていう。いや、私は私、ファンの方はファンの方で、ファンの方は楽し。うん、私は DD。 今日も、でももちろん DD って言っても私は一番で会ってくださいね。うん、そう、そういうことです。こんばんは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 。りおちゃんはいるやべかい見たよ。ありがとうございます。この人は出れなかったんです。してください。インフルエンザになっちゃった。あ、
握手会の前日にために買ったの。本当にすごい楽しみにしてたんですよ。え、そう、二人でな楽しみにしてて、え、何プレゼント交換したんですよ。いいね、何買う何買うみたいなのもずっと連絡してたんですけど、なんかそれかつやばい例を私インフルかもとか送ってきて、ちょっといや風邪かも、いやコロナかもって私がいや風邪だよそれはきっとみたいなずっと送ってたんですけどね、結局ね出なかったのです。また予約会したいですね。したいですね。絶対。あ、もう私時間なので、はい、バイバイ。バイバイ。この方は時間なのでバイバイします。ありがとうございます。バイバイ。ね、レオバイバイ。ありがとうね。またメールするね。ありがとうね。バイバイ。あ、そうそうそう。バイバイ。なんでどこ行くの？帰る。帰るの？うん。バイバイ。バイバイ。バイバイ。かわいい。6時15分からあと5分ですね。何区ですか？あと5分します。問い詰められるとか怖い、問い詰めますよ。返信邪魔くさいね、してくださいよ。そんなこと言うの、ボメの返信毎日夜見るの楽しみにしてるんです。中2まで前髪になってる。あ、辰おじさんいっぱいだるまとかハートありがとうございます。瀬戸のせいでさん花びらありがとうございます。浩平さんハートありがとうございます。瀬戸の誠二さん虹色の星3個ありがとうございます。いや、めっちゃハート送ってくれる、ありがとうございます。浩平さんめちゃくちゃ可愛いって、なんか恐れ多すぎて全然喋ってない。初めまして、初めまして。リップどこのなん とあのロムアンズの06番です。これこんばんは、こんばんは。せっかく配信してくれてタミゴルグで先やね、またメール返信するね。ありがとうございます、ハクリーさん。またしてください。素晴らしいですよ、ね、そう、西馬、チャミさんの西馬は帰りました。こんばんは、こんばんは。お疲れ様です、ありがとうございます。今年テンテンも見てみたい。レオちゃんが顔真っ赤にして可愛かったよ。ほんまに恥ずかしい、あんなに赤くなると思わなかったですね。西馬出てたらプレゼント何買うつもりだった。いや、何買うとかは変わらずに、何プレゼントの何を買うかを相談してました。握手会ありがとう。ティアさん来てくださってありがとうございました。猫ちゃんも見ましたよ。可愛かったです。15人。こんばんは、こんばんは。あ、剥がれ推しの方ですね。俊太さん。こんばんは、こんばんは。待って、テロップを変えたくて、20分まで。20分まで。15日、4月。うん、ちょっと分からへん。じゃあ3月か。あ、3月3月15日。何日よ、22日。1週間前。あ、水曜日や。あ、水曜日か。うん、こんばんは、こんばんは。みんな大好きよ、かわいい。ありがとう、レジーでの嬉しいです。近づきすぎたらね、なんか変になるかもしれない。せんなちゃん、私と花見行こう。今日カチューシャつけたんです。デートですよ。めっちゃ久しぶりに。久しぶりっていうか、初めてけど、幼稚園ぶりぐらいにカチューシャつけました。お団子派です。お団子大好き。こんばんは、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 こんばんは。早くお話ししたい。小平さん、話したいですね。こんばんは、こんばんは。結構初期の頃から応援してくださってるので、持ち歩いてるけど早く会いたいですね。そう、なんでさ、皆さんもそうやって、いつもレオ活してくださってありがとうございます。ここやん、ちゃうやん。あのね、ハッシュタグレオ活っていうのがあるんですよ。あのデザインが可愛いね。レオに、ひらがなのレオに活動の活でレオ活なんですけど、今日の服可愛いな、生きてるな。それをありがとう、嬉しいです。それをネコちゃんであげてくださったら見に行きます。綺麗な、可愛いんだが、え、嬉しいんだが。今も場面撮るか絶賛悩み中。え、私のも場面おすすめですよ、自分で言うのもなんですけど。はい。服で公演も面白いから、ね、ぜひ。びちゃびちゃになるけど。私も早くお話ししたいな。え、しのちゃん。動かないと思うんですけど。話したいです。会いたいですね。久しぶりにね。今日もれいちゃんが一番可愛いよ。なおちゃん、ありがとうございます。ごめんなさい。すみません。本当に申し訳ない。なんかもうごめんなさい。エンジの気分になれました。こんばんは、こんばんは。エンジの気分？携帯の待ち受け何してる？いつですか？今ですか？それは好き。見た。あ、カチューシャですね。カチュ、いやでもこのカチューシャは結構大人っぽいので、優しいですね、エンジンの気分にはなりませんよ。大人の女性です。
コメント実はあるから、ね、はい、ありがとうございます。15分ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。助かる。はじめまして、こんばんは、こんばんは。今日のこんばんは、こんばんは。キーやね、かわいい。そう。わかる。モバベめっちゃおすすめ。そう。ほら、見てください。撮ってくださってる方もいってるんです。撮るべきですよ、モバベは。ペニア、だるま、ありがとう。嬉しい。待って。今何分ですか。前髪なしてんのを見てみたいな。教えてください。やるね。トシさん、チャスさん、こんにちは。けど前髪やめちゃったよ。20分てんだって前髪ないよね。え、過ぎますか。じゃあないことが多いんだな。レオちゃんのもみ優勝。なんか撮ってる時に大人見えない。前髪ないことが多いんよ。大人の女性です。20分ですか。じゃあそろそろ男女読みを、ちょっと待ってくださいね。いっぱい読みますね。浩平さん、ハートありがとうございます。しんちゃん、どんぶらっこさん、こんばんは。桜の木ありがとうございます。はくりんさん、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこんばんでんな、こんばんでんな。何分に終わる。20分。 OK。 じゃあランキング読みます。もうそれで終わりたいと思いますね。あれ、だんごや。じゃあ13位から読ませていただきます。13位、たつおじさん、ありがとうございます。いいな、もんま。12位、手巻き寿司おさん、ありがとうございます。11位、山竹アットマークわかぽん、18分よ。え、やばいやばいさん、ありがとうございます。コメントもんまたさん、なっちゃんさん、ありがとうございます。さっちゃんとピピ中毒さん、ありがとうございます。あいかさん、おたくさんなんですね。ありがとうございます。来てくださって。いっちゃんアットマークピピ中毒さん、ありがとうございます。来てくださって。しまこさん、ありがとうございます。はくりんさん、ありがとうございます。握手会も来てくださってありがとうございます。くにあさん、ありがとうございます。なおちゃん、ありがとうございます。11位、なおい、こうへいさん、ありがとうございます。今日いっぱいハート送ってくださってありがとうございます。10位、らんちゃん、ありがとうございます。まっちさん、4位、まっちさん、ありがとうございます。3位、ティユさん、ありがとうございます。また猫ちゃんの写真とかいっぱい送ってくださいね。はい、1位、しのさん、ありがとうございます。2位、瀬戸のせいじ。7位、コンペットさん、ありがとうございます。好きなのはゆうかだけさん。6位、しんちゃん、ありがとうございます。さくらもありがとうございます。つよさん、ありがとうございます。1位、しんちゃん、あとマーク、どんぶらこさん、ありがとうございます。来てくださって。3位、なんせさん、ありがとうございます。はい、2位、あみたちゃん、ありがとうございます。そろそろ終わろうかなと思いますが、1位、ハットのさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。急遽ゲリラなのに来てくださってありがとうございました。また15分だけしかしないんですけど、その時はいろいろないかもしれません、はい、またお家でもできるようになったのでたくさんしたいと思います。はい、コメント全部読めなくて、はい、スクショタイムですか。わかりました。はい、ちょっとどんどん成長していきます。コメント読めるように。ではまた来てください。ありがとうございます。剥がれのポーズしよう。バイ、 あと何やっけ、あとイケてんの。テンナちゃん、今日も大好き、ありがとう。テンナも大好きやで。はい、ありがとうね。こんな感じで大丈夫ですか。ありがとうございます。バイバイ。おうち配信できるのは、ま、そうなんですよ。なのでまた告知もして聞いたらするんですけど、ま、告知できたら予約とか見てくだされて嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。